男子 200m 平泳ぎの決勝、今スタートしていきました。リアクションタイムが早かったのは1番トップマッキーです。アイスランドのマッキー、そして手前に渡辺一平です。やはり良かったですよ。はい、そうですね、まあ、非常にこの柔らかい肩甲骨の動きというのは一つ注目ですよね。はい、そうなんです。ワンストロークでこうグーッとこう伸びた時に水をこう泡を掴まず、はい、こうグーッとこう推進力をこうに生かしているっていうようなストロークです。そうですね、最初の 50m は中国のタン・カイヨウが一番目にターンしていきました。渡辺は5番目です。いやー、タン・カイヨウはさすがのスピード、しかし一番奥1レーンのアントン・マッキーも飛ばしています。タン・カイヨウはこの伸びやかなストローク、背泳ぎ完全制覇となるか。さあ、一番手前のただ渡辺もいいペースでレースを続けていますよ。とてもいい位置にいると思います。準決勝は2分9秒台と、やはり自分の泳ぎとタイムが一致していなかったと話していましたね。納得いかないと言っていたので、その辺の修正を、今日も午前中にはしっかり確認してきていると思います。はい、渡辺上げてきました、2番目です。さあ、渡辺メダルに向かっての泳ぎです。中国のタン・カイヨウを捉えられるか。一番奥のアントン・マッキー、そして手前の渡辺一平、スタブリティフックも来るとは思うんですけど、そうですね、スタブリティフック少し遅れていますが、残りは 50m ですからね。スタブリティフックは、スタブリティフックは最初の 150m、 最後の 50m のためのお膳立てなんですと話しています。いや、しかしタン・カイヨウが世界記録ペースです。タン・カイヨウ世界記録ペースで先頭を走っています。さあ、中国のタン・カイヨウトップでターン、渡辺は5番目に落ちた。しかしここから2番台可能です。ここからラストこう回転を少しずつ上げていって、はい、いやー、しかしやはりザックスタブリティクック上げてきました。スタブリティクック最後の 50m に力を残していました。抜けるタン・カイヨウ、そして渡辺も粘っていきたい。渡辺なんとか粘りたい。渡辺3番目争いにはチャンスある、まだチャンスあります。さあ、そしてタン・カイヨウ1番目、世界記録に届くかどうか。さあ、タン・カイヨウ、タン・カイヨウはザックスタブリティクックが持っている世界記録を打ち破るか。どうだ、打ち破った世界記録、中国のタン・カイヨウ金メダル。そして銀メダルはザックスタブリティクック、そしてマット・バロン。渡辺一平は6番目、メダルを逃しました。タン・カイヨウ、タン・カイヨウが世界新記録、そして背泳ぎ完全制覇です。